ち入り禁止のチェーンを越えて残り18段の階段を登った先にある鉄のドアを開けると、その先にはそう、この街で最高の景色がある。自分から降ってきたくせに。それよりも、あんな美人うちの学校にいたっけ。綺麗だったな、夕日に照らされて、スカートがめくれて、いちごパンツだった。いちごパンツの美少女ね。そう、なんていうの、空から舞い降りた、まるで天使。逆光の中、少女が振り向いたあのシーンは、俺が今まで見たどの映画よりも美しかった。真中の空想壁画。真中くん、その女子のノート拾ったんだろ。なんて名前。3年4組東条彩って言うんだけど。俺たちのクラスじゃん。東条、そんなやついたっけ。え、私の数学のノート拾ってくれたの。昨日からずっと探してたの。よかった、見つかった。あ、嫌だ、どうしよう。ごめんなさい。東条彩がこんな地味な女子だったとは。それで私のノートは。あ、はいはい、ノートね。ごめん、忘れた。いいじゃん、今日数学ないし、明日持ってくるから。ねえ、真中くん、あのノートの中見てないわよね。見てないけど。お願い、絶対絶対絶対に中見ないで。わかったよ、見ないよ。真中、俺が思うにはよ。うわー、出た妖怪。誰が妖怪だ。殺すぞこら。マナカが見たのって2組の意志のつかさじゃねえの。よく考えてみろ、一つの学校にめちゃくちゃ可愛い女子なんてそう何人もいるもんじゃねえだろうが。まあそう言われれば、3年生でそんなに可愛い子って西野くらいしか思いつかないよな。つうか小宮山、すぐに西野つかさの話に持ってくんだよね。うっせえな、好きなんだから仕方ねえだろ。大体お前だって昨日の女子のことが好きで気になって仕方ねえんじゃねえかよ。いや俺は好きとか嫌いとかじゃなくて、あの子のあのイチゴパンツがもう一度見たいだけなんだ。俺の場合見たいっていうのはカメラに収めたいっていうか芸術的なもんなんだよ。んなこと言ったら小宮山の方がよっぽどエロいだけじゃねえかよ。なに、俺のどこがエロいんだよ。やつの方がよっぽど変態だろうが。お前なんか西野のことばっかだろ。だと、俺がつかさちゃんを好きなのは健全な感情だろうがよ。こらこらこら、ここは廊下だよ。告白するならもっと人目につかないとこでしろ。つかさちゃん、うん、悪いけど私、怖い顔の男ってダメなの。それと、パンツのこと考えてる君。え？私の今日のパンツはイチゴ模様。あんまりエッチなことばっか考えんなよな。やっぱ、西野だと思う。怖いって。昨日の美少女か？顔怖いって。ああ。髪型は違うけど、イチゴパンツ履いてるって言ってたし。てめえ、お前のせいで俺は振られたんだぞ。マナカ、マナカっていうか、お前の顔のせいだろ。うるせえ。マナカ、お前もつかさちゃんに告れ、告って俺みたいに振られてみろ。俺と同じ痛みを味わえ。わかった、告るよ。俺、西野に告るよ。そして
彼女の映像を撮らせてもらうんだ。とは言ったものの、告白の方法なんて考えてる余裕あんのか？中3のこの季節に。昨日はいちごパンツの女のことばっか考えてて、今日は西野に告白することかよ。アホか俺。って言ってたな。でも数学のノートなんかそんなに気にすることあんのか？字が汚いわけでもないのに。あ、これは。おはよう。おはよう。あ、真中くん。今日は数学のノート。真中くん、なんで屋上に？東条、驚いた。お前ってすごいんだな。やだ、読んじゃったの？昨日夢中で読んじゃったよ。東条の書いた小説、マジ感動した。すっげえ才能あるよ、お前。まだ続きがあるんだろ？なあ、あの後どうなるの？笑わないの？夢ばっか見てって。ありがちな話なのよ。文章も幼稚だし、誰にも見せる気なかったの。単なる自己満足よ。恥ずかしい。そんなこと言うなよ。そんなこと言われたら、俺のことまで否定された気になる。東条は小説家になりたくねえのかよ。そんなに面白い話思いつくのに、もったいねえよ。俺さ、夢ってさ、言ったら笑われるって誰にも言ったことなかったけど、でも東条には言う。俺は将来映画作る人になりたい。だからあのノート見てすごく興奮した。本当だぜ。魔法使いが砂漠から巨人を誕生させただろう。最初は下から上へと巨人を囲むようにカメラを回そう。そして最後に真上から全体を撮るんだ。周りを飛び回る翼竜の視点で。見えるだろう、道場。見える気がする。もっと前にノートを落としてくれたらよかったのに。そしたらもっといっぱいこういうことを話し合えたのにな。そうだ、ちょっと道場に相談しちゃおう。女の子ってどう告白されたらクラッとくる？だってそんなことをいきなり聞かれても。あのさ、俺二組の西野司に告白しようと思ってるんだ。そう、可愛いもんね、西野さん。昨日会ったいちごパンツの子、どうも西野みたいでさ。俺あの時思ったんだよね、夕日をバックにあの子を撮りたいって。運動しながら告白したらどうかしら。いや、なんとなく。っていうか冗談。そっか、それいいな。さすが東条、考えることが一味違うぜ。ありがとな。そうだ、小説の続きまた見せてくれよな。楽しみにしてっからな。あの、でなんで鉄棒の前に呼び出したんだ？さあ、そこまでは俺に話してくれなかったけど。いいよ、ここからが本番だぜ。行くぞ、マナカシャンペイ。俺のこの熱い牽制で西野の鋼鉄の心を動かしてやる。何やってんだあいつ。懸垂だろ。いいよ、君とならハ
何？リアクションが違うだろう。ここは感動で涙を流すシーンのはずなのに。じゃあ早速一緒に帰ろう。マジ OK なのか。こんな可愛い子が今日から俺の彼女。学年一人気の西野と二人でこうして歩いてるなんて。ほら純平くん、何ぼーっとしてんの。デレートしちゃって。まさか他の女の子のこと考えてたんじゃないでしょうね。私のこと好きって言ったくせに。その緊張してついぼーっと。そういう感じじゃなかったけど、まっいっか。あんな間近で顔見ちゃった。チュ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 。かわいい、マジでかわいいよ西野つかさ。この子が今日から俺の彼女だなんて。ちょっと、いつまで座ってる気？帰るよ。ほら立って。ほら。いきなりって、なんか体も密着してるし。しゅー。ねえ、そこの公園寄っていい？公園。公園で恋人同士って言ったら。いちごのパンツ見たかったんでしょ、純平くん。いや待て、ひょっとして俺は試されてる。そうだよ、次の俺の行動もしくは会話で俺の本性を探る気なんだ。俺なんていっぱいいっぱいだっつうのに。よーし。あのさ、知ってる？セミの腹部には腹弁というものがあって、そこを閉じたり開いたりすることで音を変えてるんだ。これはオスにしかなくてメスにはないんだけど。ごめん、もう全然聞き流しちゃって。今のはカッコつけたかっただけっていうか、いや全然カッコついてないんだけど。もう何言ってんだ俺。マジでいっぱいいっぱいじゃん俺。ねえ純平くん。はい。私冷静になって考えてみると君のことよく知らないんだよね。同じクラスになったこともないし、知らないまま付き合ってくのもなんか不安だし、だから いきなり振られるのか。短い夢だったな。私と一緒の高校受験して、純平くん。はいはい。なんだそんなこと。そうだよな、俺だって西野のことよく知らねえんだった。だよね、同じ高校に行けば君のこともっとわかるし、思い出もたくさん作れるし。そうだよ、二人でたくさん思い出作ろうね。じゃあ親愛高校で決定ね。決定ってなんで親愛高校。だってうちから一番近いし、朝8時まで眠れるなんて学生の憧れじゃん。制服も結構可愛いし。西野。え？あ、何？あのさ、俺前から泉坂高校行きたいと思ってて。泉坂高校？結構高いとこ狙ってんだね。なんで？なんでって。この辺りの高校で映像部があるのは泉坂高校だけなんだ。俺の夢。すげえくだらないことなんだけどさ、どうしてもそこでやりたいことがあるんだ。俺それをすごく楽しみにしてて。そりゃ泉坂はレベルも高いし学校も遠いけど。懸垂より面白い？あ？懸垂告白？あれより面白いことを期待しちゃっていい？もちろん。それに俺、西野が喜んでくれるように努力するよ。じゃあ応援するよ、純平くんがやりたいことやれるように。西野。
私も数学さえなんとかなれば泉坂高校合格できるだろうって先生言ってたし、頑張ろうね一緒に。ああ西野が一緒なら俺もっともっとやる気出せる。一緒に泉坂目指そうぜ。え？うわやだ、いきなり手を離さないで。これは法要。もう女の子一人くらい支えてよバカ。ごめんなさい。待ってろよ、夢と恋愛まみれの高校生活。おい知ってる、西野司に男ができたってよ。マジ誰だよ相手は。それがさ、四組のマナカってやつだって。誰それ。西野さんって相当目が悪いかよっぽど物好きだよね。だいたい懸垂して告白って。みんな情報早いな。あんだけ派手な告白すればみんなにもバレるよ。そりゃそうだけどさ、で肝心のマナカはっていうと、今まで宿題もろくにしなかったマナカが本当単純なやつだ。お前の方がもっと単純だよ。何この豆だらけの手。え、昨日あれから懸垂の練習したんだろう。タグパーカなんだから。だってだって懸垂して告ったら俺もって。わかったわかったから離れろ。彼女が夏休みにハワイで買った高級バッグは偽物だったを英訳しなさい。主語はバッグだよな。バッグ。わかんねえ。あ、東條。マナカくん。なるほど。さすが学年ナンバーワンの東條。すっげえわかりやすい。そんな、頑張ってるのね、マナカくん。本気で泉坂高校を目指すことにしたんだ。泉坂？この辺で映像部あるの泉坂だけなんだよ。東條はどこの高校受けんの？第一志望は青海学園かな。女子校か。そっか、東條も泉坂だったらいいのにな。小説の続きも気になるし、一緒に映画作れたら。あ、ごめん、それじゃあランク下げちゃうことになるな。俺なんか泉坂でも高望みなのに。でも頑張るしかないんだ。西野も泉坂高校行くって言ってくれたしさ。そうなんだ、ありがとう。うまくいったのは東條のアドバイスのおかげだよ。別に私は何も。でもさ、実際懸垂してなかったらダメだったと思うよ。みんなも言ってるけど、自分でも思うもん。なんで俺なんかと。クラスの女子なんかさ、相当の物好きじゃなきゃあんな男と付き合わないなんて言ってるし。ほんと、なんで俺なんかと。真中君、あの、人の好みはそれぞれかもしれないけど、でも私昨日真中君といろいろ話せて本当に楽しかったよ。西野さんだって真中君のいいとこ何か見つけたから付き合うことにしたのよ。そうかな。とにかく映画を作るためにも目標は泉坂高校合格なんだ。だから勉強しねえと。なあ東條、よかったら俺に勉強教えてくれないか。さっきの説明もすっげえわかりやすかったしさ、よかったら。やっぱ迷惑だよな。いいよ、一緒に勉強しよう。東條、私真中君が作る映画見たいから。だから東條。大丈夫？いちごパンツ。いや、東條があの子のわけないよな。ほら。ありがとう。東條って結構ドジなとこあるんだな。にしても俺っていちごパンツによっぽど縁があるんだな。メガネ割れてないかな。
ましょう。もうそんな時間か。東条とだと勉強がはかどってすっごい助かるよ。マナカ君、これ。これは？あの、入試に出てきそうな漢字の読み書き一覧表作ったの。もう試験まであまり時間ないから、お家での勉強の足しにでもなればと思って。余計なお世話かな。うん、嬉しいよ。ありがとう。じゃあ先に教室行ってるね。あ、手書き。わざわざ俺のためにこれを。すっげえ嬉しい。東条っていいやつだよな。自分も受験生なのに俺のために時間割いて勉強を教えてくれたり、読み書きプリントを作ってくれたり、俺をワクワクさせる小説を書いて、俺、東条と一緒にいる時間すっごく好きかも。何言ってんだ。俺は西野と付き合ってるんだから。ああ、違うんだ、西野。俺は東条が好きだとか言ったんじゃなくて。何一人で焦ってるんだ。ごめん、西野。今行く。純平くん、勉強はかどってる？ああ、一緒に泉坂高校行くために頑張ってるよ。それに、朝も早起きして、東条に教えてもらってるし。東条？え？東条って？いや、その、ん？あの、ピー。東条。あ、真中くん。ちょっといいかな。え？西野が。ん？ありがとう、東条さん。私にわかることなら、嬉しい。もう、純平くんも、学年一の東条さんに勉強教えてもらってるって、もっと早く言ってくれればよかったのに。でね、東条さん、私一次関数の応用問題が全然わからないの。一次関数ね。例えばこれ。これ？うん、そう。教えて教えて。これはね、これがこっちに来てこうなるでしょ。うんうん。そしたらこの x がこうなるから答えが出るでしょ。ああ、そうか、なるほどね。忘れないうちにメモっとこう。東条さんすごいな。先生の説明より全然わかりやすいんだもん。そんなことないと思うけど。私の顔に何かついてる？東条さんってさ、なんでそんな格好してんの？すっごく綺麗な顔してるのにもったいないよ。純平くんはそう思ったことない？ああ、そうだね。ねえ、東条さん、ちょっとメガネ取ってみて。ダメ。取ってみてよ。絶対綺麗だから。でも私、純平くん。嫌がってるのを無理にするのは、よくないんじゃないかな。そう？もったいないな。じゃあ、ちょっとだけ前髪下ろしてみない？それだけでもだいぶイメージが。いらっしゃいませ。え？あ、真冬にランニング一枚のあの男は生活指導の白鳥。やばい、あの目は獲物を狙ってる目だ。早く逃げねえと見つかったら面倒だぞ。そうだね、東条さんも急いで。今さら買い食いなんかで内申書下げたくないでしょ。でも先生の前通らなきゃ出られないんじゃ。どうし、あれ、あのドア裏口じゃないか。あそこから出よう。みどりさん、こんにちは。今日もいいお天気で、いつものやつ10個よろしく。白鳥先生、ドーナツ食べに来ただけみたい。っていうか、あの店員に気があるんじゃない？
よし、見つからないように一斉に出るぞ。どこが裏口よ。掃除道具入れるためのロッカーじゃん。出ましょう。でも今出たら白鳥に見つかっちゃうし。ちょっと純平くん、どこ触ってんのよ。ごめん、でも手が挟まって。そんなとこ触らないで。ごめん、あんまり動かないでよ純平くん。田中くん、手動かさないで。わざとじゃないから。この女の子独特の柔らかさといい香りの中で俺どこまで耐えられるんだよ。ありがとうございました。また明日。毎日毎日つきまとわれて大変ね。ほんと、はあ、ものすごく疲れた。俺も。でもちょっと楽しかった。なんか小さい頃の遊びを思い出してワクワクし、私何か変なこと言ったかしら。そうじゃなくて、やっぱり前髪下ろした方が可愛いよね、東條さん。ね、純平くんもそう思うでしょ。うん、絶対そっちの方がいいと思う。でも結局あんまり数学を教えてもらえなかったな。あそこで白鳥さえ来なかったら。じゃあさ、明日から西野も一緒に朝図書室で勉強しようよ。二人より三人で勉強した方が楽しいに決まってるさ。そうだね。じゃあ私も混ぜてもらっちゃおうっと。よろしくね、東條さん。聞いたぞ聞いたぞ。今日からは西野も一緒に早朝勉強。あ、おはよう、真中くん。あ、何？いや。おはよう。あ、東條さんかわいい。恥ずかしいわ。お世辞かもしれないのに真に受けちゃって。お世辞じゃないよ。似合うって。あれ。いや、君たちも今から勉強？いや、土偶だね。奇遇だろ。それよりなんで、スクスクして、おはよう。止めたんだけど、小宮山がさ、西野を振り向かせる最後のチャンスだから、どうしてもって。うん、ったく、相変わらず、美しい。ん？何かわからないとこある？小宮山くん。なんか今日の道場ってさ、いつもと雰囲気違うよな。そう？あ、そうか、髪型だ。髪型が変わってんだ。いいな、似合うよ。かわいいって、いつもそうしてればいいのに。どうも。おい、勉強しようぜ小宮山。ごめん。小宮山、何、どうしたの？東條あやちゃん、最高に、最高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 。そんな興奮するなってば。なかなか血が止まんないだろ。ふわふわだった、ふわふわだった、初めての経験な。西野の次は東條か。絶対振り向いてくれない相手ばっか好きになって。絶対に振り向かねえとは言い切れないんじゃないか。道場彼氏いないし。彼氏はいないかもしれないけど、他に好きな人がいちゃ望みは薄いだろ。え、好きな人？道場って好きなやついたんだ。何言ってんの。どこからどう見たって道場はお前のこと好きだろ。え、道場が俺のこと好き？でも俺は
あっという間にその日はやってきた。うわ、朝からとんかつ？そうよ、お弁当もとんかつ、夕飯もとんかつ、合格発表までずっととんかつにしようかしら。とんかつ嫌いじゃないけど、毎日なんて。靴は右よ、右から履くのよ。それがマナカケ代々の験担ぎですからね。もういいよ。そう、俺の志望校泉坂高校の入学試験の日が。私たち春からここに通うために勉強してきたんだよね。頑張ろう、純平くん。見ろよ、あの子超可愛くない？おお、名前なんて言うんだろう。ああ、私は3階の教室だ。純平くんと違う教室なんて不安。あの東条と一緒に勉強したんだしさ、大丈夫だよ。じゃあお互い頑張ろうね。うん。遅かったな、マナカ。待ってたんだぞ。小宮山、カンニングの誘いじゃねえだろうな。バカちげえよ。お前の後ろの席見てみろよ。まだ来てないみたいだけど。じゃなくて、その席はうちの学校の4組のやつが座る予定になってるらしいんだよ。変だろ？うちの4組から泉坂受けるのは俺と真中だけのはずなのによ。誰だよ？もしかして東条じゃないのか？東条？まさか俺のことが恋しくて追いかけてきてくれたんじゃないのかな。あは、けなげなあやちゃんだ。なわけねっつの。なんで東条がお前を好きになるんだよ。わかんねえだろ、一緒に勉強してきたんだし。もしかして俺のことがだんだん好きになってしまって。ばっからしい。だいたい学年1の東条が泉坂受けるなんてありえねえよ。あいつならもっと上のランクの高校も余裕で狙えるんだし。そりゃそうだけどよ。でも本当に東条が来たりなんてことがあるんだろうか。それはもしかして俺のことが。いや、それは虫の良すぎる考えだよな。でも、まもなく試験を開始します。各自受験票と筆記用具のみを机に出してください。来なかったか。今は試験に集中しないと。では始め。すいません、遅れました。受験番号173番、東条彩です。早く席に着け。なあ、彩ちゃんだ。そこの男子、着席して。みんなも黙ってテストを続けなさい。今のが東条？だって今のはトーミー。だって俺の知ってる東条じゃなくて、あれはいちごパンツの女の子。一体どうなってるんだ。俺が一目で好きになったあの子が実は東条で、そして今その子が今俺の後ろに座ってるなんてこと。受験の最中に何考えてんだ俺。ただ東条がメガネ外して髪下ろしてきただけだっつーの。そうだろ。まだ決めつけるのは早いだろう。道場がイチゴパンツの女の子って。だって、遠目にチラッとしか見てないじゃん。もう一回顔見られたらな。そこ！よそ見しない！
ん？どうした君？具合でも悪いのかね？大丈夫です。あ、そういえば、今まで想像したことなかったな。東条がメガネを外した顔なんて。俺の知ってる東条彩は、地味で小説とか書いたりしてる子で、それってメガネのイメージなんだよな。でもいちごパンツは断然メガネかけてないイメージなんだよね。ああ、俺の目の前でパンツ見せてくんねえかな。映画の話をするならメガネっ子の登場。映画のフィルムに収めるならメガネなし登場。もうなんかワクワクしてきた。どっちの登場がいいかってもうこの際決めらんねえ。できれば二人を両側に抱えたりして。そういえば登場って巨乳なんだよな。あとちょっとで休み時間か。そしたら登場に話しかけてみ。あれ、休み時間になったら休み時間。こう静かに座りなさい。バカなこと考えてる間にもう時間が。俺ってばまだ全然問題解いてないってのに。俺のバカバカバカ。後ろの席の者は回答用紙を集めてきて。最悪、この高校に通うために今まで一生懸命勉強してきたっていうのに、東条だってせっかくこの高校を受験してくれて。そうだ、東条いねえよ。俺も東条に話しかけようと思ったんだけどさ、ダッシュで教室出てっちゃったよ。はい、急いで席について。東条は次の時間もその次の時間も休み時間に入るたびどこかへ抜け出し、テストが始まるギリギリの時間まで戻ってこなかった。それでも少しは顔を見ることはあったけど、でもどこか恥ずかしい気持ちがあって。東条はどうしてここを受験したのかな。滑り止め、それだってもっと上の学校で大丈夫のはずだし。終わった。あとは合格発表を待つだけだな。あれ、あやちゃんまたどこかへ行っちゃうの。東条ごめん、せっかくこの高校受験してくれたのに。俺ここ受かりそうもないよ。道場さん、まなかくん合格してるといいね。そしたら一緒に映画作ろうね。まさか東条は俺のために。もう試験の日にメガネが割れるなんて最悪。東条さん、一緒に映画。そうなんだ、メガネとかパンツとかそんなものもう全然関係なくて、俺真中純平は東条彩で、頭も胸もいっぱいなんです。
じゃあ俺が番号を確認してやるよ。いいよな、サッカーでここに推薦入学決まってるやつは気楽で。確か西野が168番で、小宮山、真中、東条が171、172、173番だよな。西野が168番で、小宮山が171番、真中が172番、東条が173番。あれ？落ちた。一応今日で卒業だけど、まさか補欠入学で高校決まるとは思わなかったな。で、正式に合格通知は来たのか？なんとか昨日ね。そりゃよかったじゃないか。いや、それが。ん？俺んとこには、まだ。大丈夫だよ。小宮山もきっと受かってるってな。東条、近江学園じゃなくて泉坂高校を受験してくれたのは本当に俺と映画が作りたかったからなのかな。そうだ、卒業式終わったら。いや、俺たちまた同じ学校だね。真中君、どうして東条は近江学園じゃなくて泉坂高校を選んだのかな。教えてくれる？登場。いや、本当は分かってて言ってるんでしょ？意地悪。ねえ、真中くん、高校も一緒だけど、中学時代の思い出を私にちょうだい。思い出？そうよ。私、真中くんのことが好きなのよ。だから、いちごパンツもわざと見えるようにして。中学の思い出って言ったらこれしかないでしょ。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 なあ、俺なんてこと妄想してるんだ。阿部国本。はい。井村宏一。はい。あの受験の日以来、俺の頭の中には東条のことばかり。一体どうしまったんだ。俺は西野と付き合ってるっていうのに。うわあ！大丈夫だよ、大丈夫だよ、私たちもだよ。待て！いいな、大きさはモテて。21世紀にもなってまだ第二ボタンとか言うんだな。まあね、所詮俺たちには関係ない生徒だよ。さあ帰ろう帰ろう。小宮山、俺ちょっと用事が。ああそうかよ、合格決まったら別行動かよ。いいよ、俺一人で食ってやる。すまん小宮山、せめてお前が泉坂高校に合格してるよう祈らせてくれ。と言っても誰と約束があるわけじゃないんだけどな。ただなんか今日はまだ帰る気になれないんだ。突然東条の魅力に気づきやがって。東条はな、見た目だけじゃなく性格がすごくいいんだぞ。で、別に俺は東条と付き合ってるわけでもないんだけどな。今となってはあの東条がわざわざ俺のために泉坂高校を受けたなんてとても信じられないよな。純平くん、
あ、西野、すげえボロボロ。あ、これちょっと囲まれちゃったからさ、鬱陶しくなって逃げてきて。何、どうかした？第2ボタンオールイ。これが私の中学時代の思い出。思い出って、俺たち同じ高校行くんだし。私泉坂高校に進学しないの。どうして。純平くん、私の他に好きな人いるでしょ。西野、それ私勘がいいからすぐ分かっちゃうんだよね。でもいいよ、私も東條さん好きだもん。それに東條さんだってきっと純平くんのこと。俺ね、私がどこの高校行くと思う？なんとあの近江学園だよ。親から試しに受けてみろって言われて、みんなに内緒でこっそり受けたら、なんと合格。これも東條さんに勉強を教わったおかげかな、なんてね。それじゃあ私はクラスの子たちとカラオケ大会の約束があるから。あ、西野。何？何か話し足りないことあった？あ、いや、その私はあるよ。私がなんで近江学園を選んだかってことね。私は別に純平くんのことを諦めてないから、だから近江学園に行くの。東條さんは純平くんと一緒に映画を作りたくて同じ学校に行くんでしょ。でも今の私にはそんなものはない。だから同じ学校に行っても勝てないなって思ったの。それで私は私の何かを見つけるために近江学園に行くことにしたってわけ。わかった？わかんねえよ。だって西野はきっとかっこいいやつからもいっぱい告られたりしてると思うのに、なんで俺なんか。ほんとだね。でもあの純平くんからの告白が私に火をつけたのは確か。人を好きになるって理屈じゃないんだな。まあね、俺なんて理屈抜きじゃねえと好きになってもらえるわけねえ。嫌なやつ好きになるほど私心広くないよ。大丈夫、純平くんはいいところいっぱい持ってるんだから。純平くん、補欠合格おめでとう。きっと私の分だね。俺は自分の気持ちを西野に伝えることもできなかった。俺は結局西野を傷つけることしか。これなくしちゃうよ。わあ、すごい夕日。今日で中学も終わりだね。次からは高校生か。うん。考えてみたら、この景色を見るのもこれで最後なんだな。そうだね。私この場所が好きだったの。真中くんも？真中くんも好きなんだよね。うん。そうだよ。俺も。だからここにいると思った。サンキュー。これはたまたま糸が切れて落ちちゃって、本当たまたまね。何ごまかしてんだろう俺。第二ボタンか、いいよね、何か思い出が形に残るのって。私も何か思い出欲しいな。
似てる。これって俺が今朝妄想したのと同じ。マナカ君、私あやちゃん、あやちゃんもこれから3年間よろしくね。よろしくね。俺の中学生最後の日はこうして終わった。なんだよ、てくんのやつ。僕が買ってもらったゲームなのに全然返してくれないじゃないか。順平、見ろ、ゲーム取り返してきてやったぞ。ああ、また泣いてる。ゆいより一個上なのに泣くなよな。泣き虫だな、順平は。ゆい、あ、やっと思い出した。そうだよ、お前前に俺ん家の隣の家に住んでたけど、5年前に引っ越してやたら俺にちょっかい出してきた一つ年下のおせっかい女。もう、おせっかいって何よ。いつも純平のこと助けてやったのに。うわ、なんだお前その格好。でもゆいちゃん偉いわよね。春休みを利用して自分の行きたい高校を見に来るなんて。ああ、純平にも見習わせたいぐらいだ。そんなの特別なことじゃないよ。私も今年から中3だし、受験のこと考えるのは当たり前だもん。いやいや、大したものだよ。ねえ。私が引っ越したとこ、ものすごく田舎で人口もほんと少なくて、高校も近くにないから、みんな町まで出て寮に入って高校通うんだ。それならいっそのことこっちの高校に通いたいなって思って。ちょっと待て、それって高校になったら俺ん家に住むとか言ったりしねえよな。しないしない、こっちにも寮がある学校があるんだってば。ちゃんと調べてきてるって。本当だろうな。本当だってば。5年経っても相変わらず仲いいわね、あんたたち。ごちそうさま。それじゃあ順平、早速出かけよ。出かけるって？高校の下見に決まってるじゃない。ゆいちゃんそのためにここまで来たんだから。そういうこと。順平、道案内よろしくね。近江学園一本、私それ以外は受ける気はないんだ。まさかユイの志望校が近江学園だったなんて。ねえねえ、純平の同級生で近江学園に合格した人っていないの？もしいるならちょっと会ってみたいな。いろいろ聞きたいこともあるし。私、泉坂高校に進学しないの。って、西野にそんなこと頼めるか。あ、何してんの？ま、アホでモテない純平にそんな知り合いいるわけないか。しけな、俺だって。いや、その純平なんでもねえよ。変なの。ん、どうした？噛みつこうって思ってるよ。大丈夫だって。
確かに怖い顔してっけど、目さえ合わせなきゃ平気。動いちゃダメ！あいつら絶対襲ってくる。ゆい。ねえ、小さい頃もこんなことあったよね。あの時どうしたっけ？あったな。確か小3くらいの時、塾から帰る途中。そっか、ゆいって昔から犬だけは苦手だったもんな。蛇とかクモなら平気だもん。もうへん、どうすんだよ。このままあいつらがどっか行くまでじっと突っ立ってる。バカ、そんなのやだよ。なんとかして。アホ、そんな大きな声出したら。そうだ、ほら、今だ、走れ。ゆいの肉まん、後で食べようと思ったのに。そんな場合か。今なんか思い出した。あの時も純平、私が持ってたたい焼き投げ捨てて走って逃げたのよ。お前それ、こんな時にほじくり返す話題かよ。ごめん、本当はいい思い出だって、唯一純平に助けてもらった思い出だもん。いつも私が助けてばっかだったし。いや、ちょっと待て、お前自分の都合のいいことしか覚えてなくないか。あれ、スケートかく、こんなところにいたのか。ほれほれ、道に落ちた肉まんなんか食うんじゃねえよ。今日は散々ユイに振り回されちまったな。純平、入るぞ。なんだよいきなり。今日近江学園の下見に付き合ってくれたお礼、背中流してあげる。おい、今さら照れる仲じゃないでしょ。昔よく一緒に入ってたんだから。あ、ほらほら、遠慮しないで。なんかな、妹みたいな分際のくせにすぐ姉貴ぶるっていうか。払い足りないところはございますか？うん、いや、もう十分です。よし、あとはシャワーで。うわー、何やってんだよ。濡れちゃった。早く出て着替えないと風邪ひくぞ。はーい。どうせ濡れちゃったんだから、ゆいもお風呂に入っちゃおうかな。うわー、純平、もう上がっちゃうの？誰のせいだよ。あいつ、俺のこと男として見てないのかよ。ゆい、お前一体いつまでこっちにいるつもりだよ。明日には帰るよ。朝早い電車だから、純平が起きたらもういないかもね。ゆい、無事帰ったかな。ゲゲチョ！ごめんよ、純平。寝坊しちゃった。そういう問題か！なんでここにいるんだよ！だから、寝坊しちゃったんだってば。ねえ、純平。今から出て、電車間に合うかな。俺が知るか！それよか、お前。その寝ながらボタン外すくせ、いい加減に。買ってもらっちゃったよ、ビデオカメラ。
それで映画でも何でも撮り放題だ。こういう風に季節を撮るのも悪くないな。いいね。ちょっとアキさん、何勝手に撮ってるのよ。あ、いや、そのそれ見せなさいよ。待て、いいから見せなさいよ。カメラは？これは。何すんのよ！あんたなんか最低！こんなもの！二度と顔見せるな！このエロガッパ！俺のビデオカメラが！絶対に許さん、あの女。新入生の皆さんはこれから3年間勉学に勤しみ、高校生としてはよかった、真中君と同じクラスになれて。うん、俺も本当によかった、同じクラスで。目の届かないところに東条が行っちゃうのは俺も不安だったし。おい、小宮山、奥さん。てめえ、クラスが別々になったからって付き合い悪くねえか？お前はいいよ、あやちゃんと一緒のクラスになれて。いや、真中も油断できないぞ。東条のことは男子の間で話題になってるからな。すごい美少女が入学してきたって。大変だな、道場。もう、鬱陶しいわね。邪魔よ、あんたたち。あー、やだやだ。男ってみんな最低。ちょっと可愛い女の子がいると、バカみたいに群がってきて。考えてることはエッチなことばっか。んー、お前はなんでエロガッパのあんたがここにいんのよ。信じらんない。お前な、この前はよくも。なんなのよあんた、なんでそんなに私の周りばっかうろつくわけ。悪夢だわ、悪夢。何が悪夢だよ、お前な、ビデオカメラ川に捨てたりして被害でかいのはこっちの方だぜ。精神的にダメージ大きいのは私でしょ。それは俺のセリフだ、修理代いくらかかると思ってんだよ。弁償してもらいたいくらいだよ。何言ってんの、そんなの自分が悪いんじゃん。なんだと思うよ。うるさい、うん、そこの二人、入学式当日から何をやってるか。お前たち、名前は？真中純平。北王子さつき。お前たち二人とも、罰として放課後に居残り掃除、廊下全部にワックス掛けだ。仕事は許さん。いいな、いいな。お前んとこの担任、黒川先生だっけ？はあ、俺ああいう先生にお仕置きされてみたい。俺は早速お仕置きされてっけどな。何？モップでお仕置き？あの、真中くん廊下のワックス掛けやらされることになっちゃったの。黒川先生、校内美化の担当らしくて。はあ。じゃあ俺たち二人は帰ろっか。あ、真中くん。くそー。まったく何が悲しくて入学初日からこんなことを。全部あいつのせいだ。誰のせいですって？あ、お前いつの間に。うわぁ！何すんだよ！あーやだやだ。男って本当ああいう見た目の女に弱いんだよね。あの女の手の内丸見えだっつ。あのな、東条はそんなやつじゃない。へえ、なんであんたにそんなことわかるのよ。俺は中学の時から東条知ってる。お
前こそ何も知らないくせに適当なこと言うな。なんですって。おい。なんなのよもう。痛い。足首ひねっちゃった。おい、大丈夫か。ほっといてよ。全部あんたのせいよ。おい。何の真似よ。乗れよ。保健室へ連れてってやる。どうせ私の体に触れたいだけなんでしょ。その足じゃ一人で保健室に行けないだろ。余計なお世話よ。おい、だから言ったろ。ほら、無理するなよ。お前来た来た来た王子。そう、来た王子。なんか言いにくいんだよな。サツキでいいよ。そうか、サツキ。この前はさ、俺高校の合格祝いにビデオカメラ買ってもらってさ、嬉しくていろいろなものを撮って、あそこでサツキを見た時いい絵になるって思ってカメラ回してた。どうしよう、どうして今日こんなに髪の毛跳ねちゃったの。もう時間もないし、コンタクトしてる暇もないし、しょうがない。東条綾、まだ来てないのか。せっかく朝早くから待ってるってのによ。ビリッ。こいつぶつかっといて謝りもなしかよ。ごめんなさい。しかしこいつ見れば見るほどダセえ女だな。ったくついてねえぜ。やめなさい、あんたたち。ああ、見た目のことで女の子をいじめるなんて本当頭くる。とっととどっか行きなさいよ、このボケ玉。なんだとこのデカ女。よし、次はこいつも。しまった、何すんのよ、離せ。なんだ、喧嘩。はぁ、サツキ。どうじゃ、なんで。おい、やめろ。なんだ、マロが。まさかこいつ私を。モナカくん、大丈夫。モナカくん、あ、東条。あなた東条さんだったの。東条、怪我してない。私は平気よ。ほら、北王子さんが助けてくれたから。そうなんだ、サツキ、大丈夫か。私は平気よ。こいつ、私なんかを助けてくれて。やだ、何なのよ、この胸の高鳴り。事情して A になる数 X、 すなわち X 事情イコール A となる数 X、 A の A。いいから貸しなさいってば。だからいいって言ってんだろ。貸しなさいって言ってるでしょ。
するのはお肌に悪い。ほら走って。ありがとう。結構綺麗な字書くんだな。でしょ、私書道8級だからね。8級ってすごいのかそれ。北王子さんだいぶ心配してたみたいだけど、指大丈夫なの？大したことないよ、軽い突き指だから。さつきのやつがオーバーなんだよ。でもん、仲いいよね、真中くんと北王子さん。んすごく楽しそうなんだもん。道場？うん、トムがない？ないわけじゃない、部員が誰もいないだけだ。いわば開店休業状態だな。開店休業ってことは部員がいれば活動できるってことですね。それはそうだが、活動するには最低5人は必要だぞ。集まるのか？集めてみせますとは言ったものの、俺と東条の他に3人か。大草はサッカー部だし。お前部活決めたか？うん、にゃあよかった。ぜひ映像部に入ってくれよ。はあ、俺興味ねえ。そんなこと言わずに、活動するには5人必要なんだよ。いや、そんなこと言われたってさ。面白そうな話してるね。誰だっけこいつ。外村だよ、外村。同じクラスの出席番号14番。外村くん、おはよう。俺真中、今後ともよろしくな。それより映像部だって？その話詳しく聞かせてくれないか？あ？まずはこれを見てくれ。僕が見つけた美少女ってホームページ開いてるんだけどさ、もっと本格的にやりたいと思ってるんだよね。は？ちょうど真中が映像部の話をしてるの聞いてさ、これだって。他の学校のアイドル撮ったりするのにもっと人手が必要だからさ、協力してくれないか？入るよ、俺映像部に入る。外村様についてきます。だから可愛い女の子いっぱいいっぱい紹介して。そうよ。待て待て待て、誰が協力するか。そりゃ映像部じゃなくて単なるエロ部じゃないか。いいところに気づいたね、真中くん。は？そう、映像部とは仮の姿、本当はアイドル育成部。けどそれじゃあ学校側は部費はおろかパソコンさえ使わせてくれないだろう。だから表向きは自分たちで映画を作って文化祭なんかで発表すると学校側には報告するのさ。自分たちで映画？まあその辺は真中に任せるよ。どうだい、お互いの利益が一致しているとは思わないか？映画、そっか。どんな状況でも映像部が活動できるならチャンスかもしれない。東条と映画作りの第一歩だ。よし、やろう。でも、活動するにはまだ人数が足りないぜ。私が入ってあげる。お、さつき、映画作るんでしょ、なんか面白そう。よろしくね。よろしく。早速写真を。あ、そうそう。まあまあ、でもありがとな、さつき。人数足りなくて困ってるから助かるよ。一緒に映画作ろうな。うん。東条、変な形になっちゃったけど、でも東条は喜んでくれるよな。これでやっと作品作りに取り掛かれる。いよいよ俺たちの夢が動き出すんだ。ごめんなさい。あ、私文芸部に入っちゃったから。なんで？それいつ入ったんだよ。
どうして俺に一言も声かけてくれないで。そりゃ具体的に約束はしてねえけど。でも東条だって俺と同じ気持ちでいてくれたんじゃないの。だから東条も泉坂高校を受けたんだろ。俺と一緒に映画作るために。なあ東条。私が私の部活選んで何が悪いの？東条。ああ、こんなとこにいた。さつき。ねえねえマネカ、映像部っていつから活動するの？東条。マナカ君に。マナカ君に私の気持ちなんてわかるわけない。マナカ？俺はバカだ。本気で東条は喜んでくれるって勝手に思い込んでた。マナカ？どうしたの？ねえ、どうしたの？もしかして泣いてんの？泣いてなんかいねえよ。ほっといてくれよ。ほっとけって。ほっとけないよ。勘弁してくれよ。俺は今一人になりたいんだよ。東条さんと何かあったの？関係ねえだろ。いいから何があったのか私に話してよ。なんで落ち込んでるかは知らないけど、話せば少しは楽になるかもしれないじゃん。うるさい。何なんだよお前は。俺は一人になりたいんだよ。鬱陶しいな。鬱陶しくて悪かったわね。仕方ないでしょ。あんたのこと好きなんだから。やだそうだったんだ私。修行のチャイム鳴ってんぞ。マナカこそ教室戻りなよ。いいからほっといて。ほっとけねえよ。なんでよ。なんでもいいだろ。よくないバカ。くそ、サツキが俺のこと好きだなんて言うから追いかけてるんだろ。だってマナカのことが本当に好きなんだもん。な、アホか。勢いに任せて何遍も言うな。だいたい俺なんかのどこが大好き。マナカといる時が一番楽しいの。それだけの理由じゃダメ。マナカの返事は聞かなくていい。私の気持ちさえ分かってくれればそれでいいんだ。マナカが誰を好きでもいい。私はただマナカと毎日面白く過ごせればそれでいいから。さつき。だからさ、これからも楽しくやっていこうねマナカ。じゃあどっちが先に教室行くか競争。お前らは授業中騒いだり遅れたりどういうつもりだ。いい加減にしないと職員会議にかけるからな。すいません。完璧に目をつけられたよ俺たち。いいじゃん別に、一人だと嫌だけど二人なら心強いもん。そんなの人数関係あるかよ。平方根という、正の数 A の平方根が二つあり。やっぱり怒ってる。もうダメだ。夢終わった。殺そこ！何が悪いの？あんたのこと好きなんだから！何がなんだか。純平くん、久しぶり。